綺麗な芝生のお庭がどのように出来上がるのかご存知でしょうか。芝生が出来上がるまでの様子をご紹介します。まず最初は可能な限り土を耕します。そしてローラーや犁機を使って平らにします。次はカットされた芝生をホームセンターで購入し順番に並べます。ここからが重要です。綺麗に仕上げるためのポイントとして、並べていく上でどうしてもできてしまうわずかな隙間やむき出しになった茎や根を芽土で埋めることで保水性が良くなり、並べた直後の乾燥しやすい状況を改善し、また根が張りやすくもなりますので隙間が早く埋まり均一に綺麗に育つことにもつながります。お手入れは最初は乾燥しないよう水管理をして、1ヶ月ほどすれば根が張りますので、肥料や芝刈りと楽しいお手入れをするたびに綺麗に育ってくれ、3ヶ月を過ぎた頃にはこのように綺麗な芝生に仕上がります。